アントリン、アルカラスビベロスは、パラグアイ産ロケ、ゴンサレス出身の元同国代表サッカー選手。オリンピアースシオン所属。ポジションはディフェンダー。19歳の時に、パラグアイのアマチュアクラブから、アルゼンチンのラシンクラブへ移籍。2002年には、イタリアセリエ A のアッコフ・フィオレンティーナへ移籍するが、クラブが破産し4部に降格したため、すぐに移籍。 ユーエスチッタディッパレルモのトライアウトを受けた後、ポルトガルスーペルリーガの SC ベーラマルへ移籍した。ベーラマルでは半年で、レギュラーに定着。2004から05シーズンには2部へ降格してしまうが、2005から06シーズンは、キャプテンとして、自身最多の31試合に出場して1シーズンでベーラマルを昇格させた。2007年4月30日。 ベルギーのクラブブルフヘへの移籍が発表された。ブルフヘでは1シーズン目は控えとなるが、2シーズン目となる2008から09シーズンからは、レギュラーを獲得。2シーズン連続のリーグ3位や UEFA、ヨーロッパリーグでの決勝トーナメント進出に貢献した。2010年5月13日、プレミアリーグ、ウィガンアスレティック FC への移籍が発表された。 2013年7月9日、エバートン FC へ2年契約で完全一席。2015年8月2日、プリメーラディビシオンに昇格したユーリー・ラスパルマスへ移籍翌年2月16日、リーガ・パラグアージャのクラブリベルタに移籍し母国に復帰した。2008年11月に初めて、パラグアイ代表に招集され、11月18日の オマーンとの親善試合で代表デビュー。2010FIFA ワールドカップパラグアイ代表に選出され、初戦のイタリア戦では、セットプレーから代表初ゴールとなる先制点を記録。結局試合は引き分けに終わり、競合相手の勝ち点獲得に貢献。アルカラス自身は大会選定のマンオブザマッチに選ばれた。コパアメリカ2011にも出場し、 ベネズエラとのグループリーグ第3戦では同点ゴールを挙げた。2007年7月30日にアルゼンチン人のエヴァンヘリナと結婚し、同年11月10日には長男バレンティーノが生まれている。ありがとうございます。